はい、こんにちは、ロキです。今日はですね、ちょっと最近風邪ひいてしまってですね、喉が痛いので、ちょっと病院に行ってきたんですけど、ちょっと人気があるね、病院だったんで、1時間半ぐらい待ち時間がね出てしまうということで、ちょっと外でね、暇つぶしというか、用事済ませてから、また行こうかなと思ってるんですけど、その間にじゃあ音声取れるなってことで、今ちょっと音声の動画を、撮ろうと思いました。で、今回のお題なんですけど、簡単に稼げると思ってはいけないということをテーマに話していこうと思うんですね。で、なぜこのテーマで話そうかと思ったかというと、僕のメルマガ読者様からの最近の質問でね、結構多かったんですが、カメラ転売実践していて、1ヶ月とか2ヶ月3ヶ月ぐらいですね、継続してるんだけど、なかなか結果が出せないと。あとは、半年ぐらいね実践してるんだけど、自分の思ったような結果がねなかなか出せないということでですね、もうすでにちょっと稼いでるんだけど、突き抜けれないというような人からも連絡をいただいているということでですね、そういった質問に対して、僕が感じることをね今回話していこうと思ったんですけど、簡単に稼げると思ってはいけないと、このお題に関してはですね、すべてのネットビジネスをね実践している人、もしくはリアルビジネスを実践している人にも、言えると思うんですよ。特に多いのがですね、稼いでる人のね話とか、実践してる人の話、成功してる人の話ですね、を聞いて、自分も簡単にできるんじゃないかっていうふうに勘違いしちゃってる人が多いというかですね、やっぱり成功してる人のね、話っていうのは、結果を聞くわけですよ。稼いだ結果ですね。なのでその過程だったり工程っていうのをね、そこまで詳しく話してくれる人っていうのはなかなかいないわけで、その結果を聞いて、自分もできるんじゃないかと、思うのはもちろん自由なんですよ。むしろ思った方がいいんです。だけど簡単に稼げるんじゃないかっていうのがね、その言葉の裏に自分の中の解釈としてですよ、想像として簡単にそこまで行くっていうふうにね思っちゃってるんじゃないかって思うんですよね。じゃなかったら2、3ヶ月やって稼げないっていう言葉って出てこないと思うんですよ。それをもし覚悟してたらね、難しいっていうふうにね、なかなか稼げるわけないというふうに思ってたら、その言葉っていうのはまず2、3ヶ月じゃ出てこないんですよね。僕なんかだ、僕で例えると、逆に2、3ヶ月で結果出たらラッキーだよねって思ってるんですよね。だからこの意識の違いって結構大きくてですね、僕が動画でいつも言ってますけど、下積みで1年は必要っていうふうに話してるじゃないですか。で、なんで1年かっていうと、自分の中でね、何か稼げる情報をもらいましたと、言った時に、ある程度ね、自分の中の、意識として余裕を持たせないとね、継続できないんですよ。例えば1ヶ月で絶対に、いくら稼いでやるって決めるとするじゃないですか。で、じゃあ稼げなかった時どうするんですかっていう話なんですよね。どうするんですかっていうのは結果的に別に何も変わらないんですけど、自分のマインドの持ちよう的にどうするのかっていう話なんですよね。じゃあ1ヶ月で稼げなかった。その時にどうその事実を自分のマインドの中で処理していくのかってことなんですよね。これがうまく処理できる人だったら全然いいんですよ。1ヶ月でいくら稼ぐっていう目標を決めて、その目標を達成するもそうだし、事実上達成できなかったとしても、うまくね、その感情とか、稼げなかったっていう事実に対する、なんていうんでしょうね、自分なりの解釈がうまくできる人ならいいです。プラスに持っていける人なら。だけど、ネガティブになっちゃう人いるじゃないですか。稼げないとか、例えば行動できなかった。要は、自分の思い通りにならなかった時ですよね。一番の問題は。
自分の思い通りにならない結果が出た時に、どういうね、処理をするかってところなんですよ。で、それでへこんでしまう人っていうのがいるんですよね。自分はダメなんだとかいうふうに思ってしまったり、自分を責めてしまったりとか、まあ、あとはあの人がいけないんだとかね、まあ、他者のせいにするとか、まあ、あとはこの商材がいけないんだとかね、いろんな、まあ、人間って自分の自己防衛本能が絶対働くんで、何かその嫌だなって思ったりとか、恐怖を感じたりとか不安を感じるときって何か他の物事のせいにするんですよね。それで、まあ、結局自分を守るっていうふうに、防衛本能が働くんですけど、そのじゃあ防衛本能を、まあ、どういうふうに、帰結させていくかってところになってくるんですよね。で、まあ、一番いいのが、まあ、自分のやり方が間違えてたんだっていうふうにね、帰結するのが一番成長する人なんですよね。物事が悪いっていうふうに思ったりとか、まあ、人が悪いっていうふうに思っちゃうと、結局自分は何もしなくていいわけじゃないですか、そのことに対して。だから自分の成長って基本ないんですよね。だから僕なんかもそうですけど、一つのね、物事を勉強するときに、こういうことをやったんですよ。もういろんな先生から学ぶってことをやってみたんですよね。だけど結果的にうまくいかないんですよ。うまくいかないものもあるんですよね。うまくいかないっていうのは、まあ、結局自分自身のやっぱりやり方とか取り組み姿勢とかそういったものが問題で、結局教えてくれてる人っていうのは正論を教えてくれてるんですよ。要は正論って何って言ったら、まあ稼いでるのが正論ですよね、ビジネスで言えば。実際に稼いでるかどうかってところなんですけど、まあ、金額はどうあれ、そのノウハウとか取り組むことが稼げてれば正解なんですよ。で、稼ぐ額をね、じゃあどうするかっていうふうになってくると、結局は自分のメンタル勝負だったり、まあ、物販だったら資金勝負だったりとか、まあ、そういうことになっていくんですよね。展開の仕方だったりとか。でも、稼げるっていう事実があれば、要は成功なわけですよ。5万でも10万でも稼げてればね。成功してるっていうふうにね、まあ言っていいんですよ、全然。で、そこから膨らますも膨らまさないも自分次第なので、要はそこがキャッシュポイントとして成立するかどうかですよね、問題は。それが全く稼げないとかね、全然、やっても、全然利益が上がんないとか、ゼロですとかね。むしろやっていけばやっていくほどマイナスですとかっていうんだったらそれは失敗ですけど、選んでるもの自体が悪いですけど、そうじゃない限りはプラスになる以上はね、やる意味ってあるんですよね、実際。で、やってみてやり続けてね、これはこれが限界なんだなっていうふうに思ったら違うことやればいいじゃないですか。結果的に一つのキャッシュポイントを、成立させてまた違うことに取り組む、それでいいと思うんですよね。ただそういう捉え方ができないというか、なんでしょうね。例えば、自分はね、30万稼げないと絶対嫌だとかね、決めちゃうとかね。決めてもいいんですよ、もちろん。決めてもいいんですけど、じゃあそれができなかった時どうするんですかって話なんですよ。あなたはどう帰結させるんですかって話なんですよね。人のせいにするんですか、それとも、商材のせいにするのか、それとも、自分のせいにするのかってことなんですよね。自分のせいというかね、自分のやり方に問題があったっていうふうに思うか、あなたはどちら側の人間なのかってことですよね。で、僕は自分で選んだ商材に関してそのやり方の問題だったりとか、結局それでねうまくいってる人がいるんであれば、もう自分のせいにするしかないんですよ、完全に。10人が10人ね、全員がダメですっていうものだったら、完全にこれ選ぶもの間違えたなって思うだけですし、で、少なからずとも稼いでる人がいるって状況だったら、稼げてる人いるのに自分はなんでできないんだろうってことをまず考えますよね。で、自分はその稼げてる人と何が違うんだろう、やり方がね、何が違うんだろうってことを真っ先に考えるわけですよ。そういうふうにやんないと、うまくいってる人と自分っていうのね、違いが分からないというか、分かろうとすらしないんですよね。その違いに気づこうとしない。その時点で稼げないわけですよ。だって違いが分からないし、違いに気づこうという気すらないわけですから。
だからそれがね1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月取り組んだだけで分かるんですかって話ですよね。うん、僕は分からないと思うんですよ。もともと圧倒的な行動力を持ってるとか、まあ圧倒的なそのミスをした時の、なんだろうな、帰結のさせ方がもう分かってる人、あの失敗した時に、あ、これは、経験なんだとかね、ストレートに思える人、要はマインド強化してきた人ですよね、人生で、今まで。そういう人は、別ですよ。行動力がもう半端じゃなければ、経験値もどんどん積み上がってきますし、ミスしようがね、クレームが来ようが、これは別にこれだねっていうふうにこう頭で理解して、いちいちこう悲観的になったりとかしないでね、処理できる人だったら、歩みを止めるっていうことしないんで、もうどん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 ね、そういうのも、お構いなしに行動できちゃうんで、そういう人だったら成長めちゃくちゃ早いですよ。結果も出るし、すぐに。だけど問題は、やっぱり何か問題が起きた時、まあ、例えば稼げないっていうのも、なかなか稼げないっていうのもそうだし、まあ、クレームが来てしまったっていうのもそうだし、まあ、そういった、まあ、ネガティブな現象が起きた時に、まあ、いちいちね、感傷に浸って、どうしようとかね、まあ、一瞬どうしようってなるのはいいんですよ。だけど次にやんなきゃいけないことは、じゃあこの問題をどう解決しなきゃいけないのかってすぐ頭切り替えなきゃダメなんですよ。感傷に浸ってる暇があったら、もうすぐにね、次の打開策を見つけるっていうふうに頭切り替えないと、自分でビジネスをやっていくって決めた以上ね、まあ、副業であれ本業であれ経営者なんですよね、一つのビジネスの。その一経営者がいちいちそのクレームだったりとか何かネガティブな現象が起きてその都度その都度へこんでたらね、やっていけないわけですよ。絶対に絶対やっていけないですよ。でネットビジネスだからまだリスク少ないですけど、これがリアルビジネスだったらもう本当に問題外なわけですよね。だってそういうクレームとか、まあ、稼げないとかも当たり前だし、リアルビジネスなんてお店出してからね 2,3 年は、まあ、自分に給料がないものだっていうふうにね思ってやった方がいいっていうぐらいなんで、もう それ以外のね、初期投資だったりとかそういう返済だったりとかね、お店を作るための初期投資の返済とか、また人件費、まあ、給料だったりとかを払わなきゃいけないとか、そういうところに全部お金持ってかれるわけですよ。まあ、広告費もそうですし、要はお客さんを呼んだりとか収益を上げるための準備期間というのがかなり長いわけですよね。だその間いろんなことが起きるわけですよ。お客さんにクレームがね入ったりとか、まあ機材が思うようにね、納品されなかったりとか、いろんなね、もう細かいこと言えばいっぱいあるわけですけど、まあそういうことが起きるたびに、なんでなんだ、どうしたらんだってね、自分は不幸なんだとか、自分だけなんじゃないかとかね、そういうふうにネガティブに捉えることは誰でもできるんですよ。簡単ですから、めちゃくちゃ簡単なんで。だけど僕らってね、起業してお金を稼ぐってことをやろうとしてるわけですよ、自分たちで。でこれがなんでみんなできないかっていうと、難しいからなんですよね。難しいというか、ちょっと頑張んなきゃいけないんですよ。で頑張んなきゃいけないってことを連続的にずっとやっていかなきゃいけないんですよ、継続して。でそういうふうにやんなきゃいけない人間が一個ずつのミスのたびにへこみますね。へこむのは簡単なんですよ。だってそれみんなできますから、みんながやってますよね。何か悪いことが起きた、じゃあへこみます、泣きます、一日中仕事が手につきませんとかね、仕事やる気なくしました、みんな誰でもできますよね、これ。簡単じゃないですか、そういうふうになるのって。でもみんなができることやってたら稼げないんですよ。だからそういうネガティブなことが起きたらね、そういう感情に一瞬浸ることは別にいいんですよ。だけどその次にもうすぐに次の手を取るっていうような、普通の人があんまりできないような思考をしていかないと稼げるわけないんですよ。どんなビジネスやってもそうですよ。それが別にリアルビジネスじゃなくて、まあまあまあカメラ転売でもいいですけど、まあ、カメラ転売でできないんだったらおそらくアフィリエイトでも絶対できないでしょうし、なんでかって言ったら収益化がね半年後とか、カメラ転売なんかより全然先の話なんで、収益化するのが。だからカメラ転売っていうか、まあ、物販ができないんだったらまず他のネットビジネスは無理でしょうね。もう9割以上無理だなっていうふうに思ってます。それぐらい難しいし、結果が見えるのが遅いんで、まあ要は
収益化が早いものに対して我慢できない人が収益化が長いものに対して我慢できるかっていうとね、それ矛盾してるんですよね。うん、すぐに結果を求めちゃう人が収益化できるそのシステム自体がねめちゃくちゃ遅いものに我慢できるわけないじゃないですか。うん、だから物販ダメな人っていうのはその他のアフィリエイトとかネットビジネスでちょこちょこその作業して、半年後に結果出ますよとか、まあ出てもですよ、うん、1年後ですよとか、それがわからない、要は見通しが立たないものをやってモチベーションを保てるわけがないと僕は思ってるんで、うん、だから物販でねある程度そこの部分っていうのはもうわかるかなと、まあ性格診断みたいなものもできてしまうんじゃないかっていうふうに思ってますね。うん、だからもう本当にまあ毎回ね僕は1年ぐらいは絶対続けないとね答えは見えないっていうふうに、言ってますけど、まあ本当にそうなんですよ。それぐらいの気持ちのゆとり持ってやらないと稼げるようになんないですよってことなんですよ、いつまで経っても。うん、本当に。でもしね仮に今すぐ稼がなきゃいけない理由があるとか、うん、そういう方に関してはかなりね、自分の中での目標っていうのも高く設定しちゃいがちなんですよ。ゆとりがないんで、うん、自分自身の中の、まあ、例えば1ヶ月後とか3、まあ、1ヶ月は短いですね、3ヶ月後にまでに、20万稼がなきゃいけないとか月収ね、うん、決まってるとするじゃないですか、決まってる状況にある人、うん、でそういう人は正直やめた方がいいというか、まあ、ギャンブル性高すぎるんですよ、うん、だからそれだったら別のなんかバイトとかやるとかね、なんか他に給料固定でもらえるような仕事をもう必死こいてね、体張ってやって稼いだ方が僕はいいと思うんですよね。だってゆとりが持てないわけじゃないですか、1年とかまあ半年とかね、そういう気持ちで一つのことをやっていこうっていうふうに思えない状況なわけなんで、うん、でそれその状況っていうのは別に誰のせいでもないですし、自分が人生歩んできた結果そういう状況になっちゃってるわけですよね、うん、だからそれが別に悪いって言ってるわけじゃないですよ、だけど人のせいにすることでもないわけですよその状況っていうのは、うん、自分の責任のもとに、自分が今まで行動してきた行動の積み重ねが今の現状を呼んでるわけですよ。だからその状況を、まあ、例えば何か稼げるものとかにね始めるときにいついつまでに稼がなきゃいけないんですとかって、それはあなたの問題ですよねって話なんですよわかりますかね。うん、それは別にノウハウのせいでもないし勝手に自分で決めた目標なわけじゃないですか。うん、でまあ、僕はそういう方はお断りしてるんですけど、うん、そもそもね、いついつまでに稼がなきゃいけないっていうのは そちらの理由だし、うん、で僕は それ保証できるわけないんで、うん、絶対保証なんてできないんですよ。だから絶対稼げますよとか僕は絶対言わないですし、ゆとり持ってちゃんとね、人によってその稼げる成長率も違うし、資金力だってね物販だから資金力だって影響してくるし、着実に やっていけるような人じゃないと絶対に取りませんっていうことで取ってるんですよね、コンサルだって。だ煽ったり一切しないですからね、誰もが稼げますとか簡単な作業でなんて一切言わないですし、うん、だからそれっていうのは そういうので引っかかっちゃう人っていうのは自分に責任がないというか、うん、神頼み的な要素が強い人だなって僕は思っちゃうんで、うん、本当に僕はね今から数ヶ月後にもうまとまったお金が欲しいって言ってる人がネットビジネスでこれからね稼ごうって思ってるんだったらやめた方がいいと思いますね。もう本当博打ですから、それ完全に博打ですよ。だって誰も保証してないですからね、そこだったら確実にお金稼げる方法を使ってもう本当に身を粉にしてね働いてお金作るしかないと思いますね。うん、なんでそこの部分とかもやっぱり成功するっていうのはもう自分の中で成功だと思ったら成功なんですよ人が決めることじゃないですからねそれは。
うん、結果的に人が見てそれ成功だねって言うってことはありますけど、まあ、まずは自分の中で成功したって思わないと意味がないんで、うん、それが別に5万だろうかね、月5万円稼いだから成功だって思う人もいるだろうし、まあ、10万円だっていう人もいるだろうし、20万30万だっていう人もいるだろうし、もっと上だっていう人もいるでしょうけど、それは人によって違うわけなんで、うん、人がとやかく言うことじゃないってことですね、まず、うん、でその自分の中の成功を、まあ、手に入れるためには何しろ継続しなきゃ意味がないし、うん、そんな短期間に一気に稼げるかっていうね、そこに期待しちゃうこと自体がもうギャンブルですよね。ギャンブル精神強い人ってことですよ。自分もいけるんじゃないかってね、思うのは自由だけど、うん、いけなかった時の、まあ、対処法がうまくできないってことは覚悟しないってことですからね。うん、まあイコールギャンブルじゃないですか。覚悟してないんですから、もしかしたらみたいな気持ちが強いってことですよ。だそれギャンブラーなんで、精神的にギャンブラーはやめた方がいいですね。うん、失敗した時にね、自分がどういうね、人間になっちゃうのか、人を恨むのか、自分を恨むのか、うん、逆恨みしちゃうのかね、嫌じゃないですか、そういう人間になるの。かっこ悪いし、うん、僕は絶対なりたくないですね。だし、僕自身もなんかいろいろこう投資してね、それなりに何十万って投資して、まあ、コンサル受けて稼げないなんてこといくらでもありますから、普通に、うん、結構ありますよ。だけど別にその人を恨んだりとかしないですし、未だにね、全然交流とか持ってますからね。稼げてないですけど、僕に関してはそれでね、稼げてないけど、まあ、別の意味でなんか学ばせてもらったっていうふうに帰結すれば、別にまあそれはそれでね、自分がその時の目でいいなと思って始めたことだし、まあ、仕方ないなっていうぐらいに思えるわけですよね。で僕はギャンブル精神はないですから、そうやって思えるようになるんですよ。でもこれがギャンブル精神が強いと、失敗した時に逆恨みしたりとか人のせいにしたりとかっていう風にもうせざるを得ないじゃないですか、まあ、要は現状がそうなっちゃうんで、だからやめた方がいいんですよね。幸せになれないから、まあ、うまくいけばいいですよ、うん、うまくいけばいいんだけど、うまくいかなかった時にものすごいね、人を妬んだりとか恨んだりとかしだしちゃうと、もうそれって誰も責任取ってくれないし迷惑なわけですよね、正直。自分で覚悟してないってことですから、そこまで。だからちょっと厳しい言い方になっちゃうんですけどね、まあ、2、3ヶ月とかやってね、稼げないって悩んじゃうのは分かりますよ、悩むのは分かるんだけども、ちょっと継続し、もうちょっと継続してみたらいいんじゃないかなと、いうふうに僕は思っちゃいますけどね。まあ、その状態で例えば他のことやったとしても、おそらく2、3ヶ月で同じような悩みって出てくるんですよね。よほどラッキーパンチで、まあ、いいものに巡り合えたとか、そういうんじゃない限りはね、やっぱり下積みって絶対あるし、どの業界でもそうだと思いますけど、2、3ヶ月で一人前になる仕事なんてほとんどないじゃないですか。まあ、よほど簡単な仕事ですよね、それって。でも僕らがやろうとしてることって、そんなに簡単なことじゃないですからね。誰もができるってものでもないし、それなりに自分自身で覚悟して、ちゃんと取り組んでいくっていうふうにね、地に足つけて考えれる人しか稼げるようにならないわけですから。じゃなかったらみんな稼いでますからね。クラスメイトで同窓会して、ね、30人なり40人いたら全員が稼げてますって状態になってるわけですから、それが簡単なことなんであれば。だけどそれがクラスで1人か2人いるかいないかだと思うんですよね、正直。ネットビジネスで稼げる人って、だその状況で、いや、その状況のことをやろうとしてるってことなんですよ。だから舐めちゃいけないし、もっと腰据えて、ちゃんと考えてやんないと、ダメっすよね。ダメというか、甘いんじゃないかなっていうふうに僕は思っちゃいますけどね。で、もう本当にね、劣悪な環境でね、頑張った時に何かこう見えてくるものっていうのはあるんですよ、実際。まあ、だからといって劣悪な環境をわざと選べっていうようなね、ことは言いませんけど、
まあ、自分で選んで自分でこれだと思ってね、決めてやるぞっていうふうに思った場合に、やっぱり諦めちゃうっていうのがすごくもったいないことだし、せっかくこれだって思えたってことはね、人生何回あるかってことなんですよ。これだって思うことって多分ないと思うんですよ、人生生きてて。そんなないと思いますよ。絶対これに一球ね、もう全力投球してやるって思えるものが見つかること自体がないじゃないですか。だからそういうのが見つかったんだったら、なおさらね、そんな 1,2 ヶ月とか3ヶ月とかぐらいで諦めるようなあの感じだったら、この先そういうのが出てきても全部諦めますから、本当に、まあ、その結果うまくいかないかもしれないですよ。その全力投球してうまくいかないかもしれないけど、うまくいくかもしれないわけじゃないですか。だからそういう結果を求めるっていうよりも、そこに全力投球して継続するかってことを一回やってほしいんですよね。それやんないと、まあ、同じような局面が来た時にもしかしたら次で成功するかもしれないわけですよ。たまたま今は、まあ、成功しなかったかもしれないです。その続けて継続してやって自分で全力でやってダメかもしれないですよ。だけどそこで得たものってあるわけですよね。継続できる自分を手に入れたりとか、なんかマイナスなことが起きても対応できる自分になったとか、必ず成長してるはずなんですよ、一つのものを継続してやった時に。でそこで得たものを次のものにも活かせるわけですよね。わかりますかね。商材がなんか変わりました。でその商材で生きてくるわけですよ、絶対に。だから無駄じゃないんですよ、今やってることとか継続しようとしてることとか。だからこれだって思ったってことは継続する確率が高いんですよね。適当に決めてやったわけじゃないわけですよ。誰かに勧められてなんとなくやったとかでもないし、自分の意思でピンとひらめいて絶対これだって思ってやってるわけじゃないですか。でそのものにね、そのものをね継続しなかったらもったいないんですよ、何回も言いますけど。継続させるだけのその魅力があったってことですよ、それは。可能性がね。でそれで継続できないんだったらその他のことは本当にもう続かないんで、これ本当何回も言いたいんですよね。大事なとこなんで。でまあ僕の昔の話すると、まあ、僕美容師だったんですけど、アシスタントの時にそのお店は、アシスタント1人とスタイリスト1人が、まあ、親子制度っていう感じでね、1人のスタイリストに1人のアシスタントが、つくと、専属でね。でペアになって仕事していくっていう店だったんですよね。でその親スタイリストがいて、まあ、このアシスタントがいるっていう制度の中ですよ、僕は一人だけ余っちゃったんですよ。アシスタントだったんですけど、まあ、要は親なしのアシスタント、フリーみたいな感じになっちゃったんですよね。で、まあ、どういうことが起きるかっていうと、まあ、親がいるスタイリスト、親がいるアシスタントに関してはスタイリストがカットするじゃないですか、お客さんをね。でそれ以外の、シャンプーとかカラーとかパーマとかブロー技術が大きく分けてあるんですけど、全部任せてもらえるんですよね。でスタイリストも自分がね、お客さんが 2,3 人増えてくると一人じゃ回せないっていうの分かってますから、真剣に教えるわけですよ、アシスタントに。もう次は自分のね、お客さんちゃんと任せなきゃいけないっていう気持ちがあるんで、仕事が終わってもちゃんとね練習まで付き合って教えてあげるんですよ、ちゃんとね。じゃあ次はこういう風にやってこういう風にやるんだよって毎日教えていくわけですよね。だから親のいるアシスタントっていうのはもう必然的に上手くなるシステムみたいな感じになってたんですよ。もう営業中もお客さんにもう全然ねカラーとかも塗れないレベルなのに実践で塗っていくみたいな。だからもう上手くならざるを得ないみたいな感じなんですよね。でまあ、そういうね彼らがいる中 で僕自身はシャンプーしかできなかったわけですよ。その状況で親もいなかったわけなんで、何が回ってくるかっていうと、まあ、他のスタイリストとかがね、他のアシスタントができなかったシャンプー、まあ、要は手に負えないシャンプーですよね。それが僕に回ってくるんですよ。で親子関係 の、そのペアが、まあ、5組とか6組いたんで、そのうちね、まあ、5組とか6組いれば、
一人ぐらいずつのお客さんが余っちゃうわけですよ。うん。で、それを僕が全部シャンプーしてたんですよね。だ僕はシャンプーだけはひたすら上手くなるんだけど、カラーとかパーマとかを一切できないし、ブローとかも一切触らせてもらえない状態なんですよね。だから、マッサージとシャンプーだけはひたすら やっていくみたいな。だから、まあ、シャンプー自体もね、上手くなるのも限界ありますからね。まあ、僕なんかは本当腰痛くなっちゃって、かなりきついんですよ、シャンプーって。もう連続で2、3人とかやっていくと、もう本当に腰が砕けそうになるぐらい痛くなるんですけど、まあ、そういうきつい思いとかをね、毎日しつつ、もう他のアシスタント、要は同期のアシスタントはどんどん日に日にレベルアップしてって、まあ営業中とかもね、カラー塗ってて、そういうの見ていいなぁ、僕も塗りたいなぁって思ったりとか、パーマも、うわ、もうパーマ巻いてるよとかね、ブロー、まあ、もう櫛持ってブローしてるよなんて思いながら僕はずっとシャンプーしてたんですよ。うん。で、これって結構きついと思うんですよ。想像してみてくださいよ。別に美容師じゃなくて、まあ会社でもいいですけど、会社員の人だったら、自分が会社にいてね、まあ、同じ状況を考えてください。周りの同期がどんどんね、仕事ができるようになって、自分だけがね、残飯処理みたいなのをやって、それどれぐらい耐えれますかってことなんですよ、その状況で。うん、かなり劣悪だとは思うんですよね、環境的には。うん、でそれが僕の場合はもう1年ぐらい続いたんですけど、やめなかったんですよ、絶対に。うん、やめたくらいというか、ま、やめたら負けだと思ってたんで、負けというか、まあ、かっこ悪いなって思ってたんですよ。それが理由で負ける、やめるっていうのはなんか自分に負けた気がするというか、まあ、人に負けたっていうか自分自身に負けた気がしたんですよね。うん、僕は美容師は本気でやりたいと思ったし、その時は本当に本気で美容師は絶対極めたいってその時は思ってたんですよ。だからもうある程度何が起きても絶対耐えてやってやるっていうふうに覚悟してやってたんで、絶対やめなかったんですよ。うん。で同期に弱音とかも言わなかったですし、かっこ悪いと思ったんで、だからひたすらもうそういうことやりながら耐えてたんですね。だけどチャンスは伺ってたんですよ。何かしらで自分にも親ができないかって思ってたんですよね。うん、その気持ちは強く持ち続けたわけですよ。で、まあ僕の中で、そのシャンプーでしかアピールできないんで、やっぱアピールが弱いわけですよね、他のスタイリストにも。だって自分のアシスタントどんどん成長してるわけですから、その状況で、まあ、僕とね、僕を使おうって思う人っていないわけですよ、正直。正直いないですよね。で、まあ、そんな中ですね、まあ、あるチャンスが来たというか、まあ、僕はこれだって思ったものがあって、でそれがね、ビラ巻きあるじゃないですか。お店のチラシをね、外で巻いてくるっていう仕事なんですけど、で当時の会社だと、まあ、自分のチラシにはこう自分の印をつけて、お客さんが来たら、あ、何々さんの戻りですねって、何々さんのバックですっていう感じで成績がつけられてったんですよ。うん、で僕はそこに目をつけたんですよね。うん、まあお店に貢献するってことはどういうことかって考えた時に、まあもちろんお客さんを接客するっていうのは当たり前の話なんですけど、とにかく お店の利益になることをやろうって思ったら、やっぱりお客さんを一人でも呼ぶことがね、一番手っ取り早いって思ったんですよね。うん。だってそうじゃないですか。集客できるってことですからね。チラシ巻いてお客さん戻すってことは。ただその集客をめちゃくちゃやってやるって思ったんですよ。うん。で、もちろんその営業中だとそんなに外に出る時間もないですから、もう1日1回とかね、1時間とか外に出る時間をもう本当にもらって、ビラをめっちゃ大量に持ってね、もう500枚ぐらい僕持ってったんですけど、チラシを。でそれをもう巻きまくるっていうことをやったんですよ。うん、で本当巻き方も尋常じゃないですよ。今自分で思うとこんなビラ巻きやってる人いないなってぐらいの巻き方してたんですよね。まあ、それぐらいやってやると思ってたんで、もうぐるぐる回りながら巻いてたんですよね。前から来る人、後ろから来る人、一人残らず巻くっていうことを決めて、どんだけ巻けるかっていうのをやってたんですよ。もう結構人通りが多かったんで、本当に常にぐるぐる回転しながら巻いてたんで、まあ、当時の、その見てた、スタッフからは、あいついつも回りながら巻いてるよなっていうふうに言われてたんですよね。あとはもう、お客さん追いかけてって、後ろから声かけて、配ったりとか、
まあそれが迷惑だったかもしれないですけど、でもその当時はもうそれでももらってもらえて喜んでもらってたんで、まあそっちが正解だなって思ってたんですけどね。別にクレーム来たこともないですし、うん。だから大体その街頭のそのチラシ巻き見てると、そこまで気合入って巻いてる人っていないわけですよ。見たことありますかってことですよね。気合入って巻いてる人、多分普通に、その場でね定位置に立って、まあ、よろしくお願いしますって一言言って、もらってくんなかったら終了みたいな感じなんですよ、うん、で僕はそれじゃ絶対ダメだと思ったから話しかけるんですよね。ビラを巻くっていうのは、あの当然ただビラ巻いただけじゃもらってもらえないわけなんで、話しかけるんですよ。もうこんにちはって言って挨拶して、今日も暑いですねってところからこう話していって、なんとかなんとかなんですけど、こんな感じでお店やってるんでどうぞ来てくださいみたいな感じでこうチラシを巻いていったんですよね。まあそれはもう当然人通りが少ないところとかですよ。人通り多い時はもうとにかくぐるぐる回りながら巻いてたんですけど、まあそういうふうに、まあ多分普通にビラ巻けっていうふうに言われたら、よろしくお願いします終了か、まあそれか、他の人サボってたんで、そのチラシ巻きの時間があったらサボってたんですよ、みんな。あのカフェ行ったり、なんか本屋行って立ち読みしたりとか、下手するとチラシ捨てちゃう子もいたんですけど、うん、僕にとってはもうありえない話なんですけどね。そんなのもう怒ってましたから、僕も後輩ができた時にそういうことしてたらもう本気で怒ってたし、だから、なんていうんですかね、やっぱり同じそのチラシを巻くっていう作業一つとっても、もうどこまでやれるかってことを考えて限界突破してやっていく人と、別になんかサボっちゃう人もいるわけじゃないですか。だからこの差は何なのって話なんですよね。で僕からしたらチラシ巻きっていうのはそれだけのノウハウだったんですよ。なんだろうな、人を認めさせるぐらいの強力なウェポンになるって思ってたんですよね、やりようによっては。だけど人からしたらチラシなんて巻いたってしょうがないよねっていうふうに思うわけですよ。だから同じ、やってることは一緒なんですよ。やれって言われてることも同じだし、教わってることも一緒ですよ。だけどそれをどこまで掘り下げて本気でやっていくかってだけで全然変わってきちゃうんですよね、うん。で僕ちなみにそのチラシ巻きで月に 5,60 人ぐらいは戻してたんですよ。あ、お客さんをですよ、うん。でもそんなに外出れる時間ないですからね、営業時間も含めてなんで、うん。でそれでまあ15店舗ぐらい確かその時あったんですよ、お店が。でアシスタントも10人ぐらいずついたんで200人いかないぐらいのアシスタントがいたんですけど、その中で1位になって表彰されて、うん。でまあ、あいつの巻き方どんな風にやってんだろうって言って見に来る人たちもいましたし、うん。まあだからそれぐらいに なってったわけですよね。だからそういう巻き方する人いないみたいな感じで、でもそれは巻き方自体は、まあ、先輩もこうやって巻くんだよって普通にこうよろしくお願いしますってやっぱ巻いてたんですけど、僕はそれじゃもらってもらえないと思ったから、あ、そこまで考えて自分の中でね、もうとにかく自分が楽しくなきゃね、チラシをもらってもらう人だって楽しい人にからもらいたいなってものは当たり前だなとかっていうふうに考えたりとかして、じゃあ楽しいってことはどういうことなんだろうとかね、うん、ディズニーランドを想像したりしたわけですよ、そういう時は。あ、ディズニーランド行った時ってもうすごい夢のような世界を作ってくれるなみたいな、うん。で、ああいう演出を街中でやったらすごいウケるんじゃないかとかね、いろんな発想してたわけですよ。でも多分普通にチラシ巻いてる人はそんなこと考えないですよね。だからそこのそういう差だったりするというか、うん、やってることは変わらないんだけど、どこまで考えれるかってところだと思うんですよね、うん。で結果的にまあその数字を残して、その1年間続いたね暗黒時代を抜ける結果になったんですよ、うん。でまあそのきっかけっていうのは、その時の、店長っていうのが、まあ、ずっと僕のそのやってる行動を見てくれてて、でその店長はね、もう有名店上がりですから、うまいアシスタントしか絶対に自分のアシスタントにつけない人だったんですよね、うん。一人だけその、店長だけ専属アシスタントが2人いたのかな、2人いて、うん。で2人ともやっぱうまいんですよ、もうスタイリストデビューする一歩手前みたいな人だけをつけるみたいな感じだったんですけど、なぜかそこに僕だけシャンプーしかできないにもかかわらず、まあ俺がこいつは育てるっていう風に言ってもらえて入れてもらえたんですよね、うん。だ当時のアシスタントの中では異例だったんですよ。なんであの先輩に、こいつがつくのみたいな、
あの感じで見られてたし、何ができるのみたいな逆に目もあったんですよね、うん、でも僕からしたらもうこんなね幸せなことはないと、うん、今まで親なしで やってきてずっと、適当なシャンプーだけ任されてね、まあ、ありがたい話なんですよ適当なシャンプーとか言っても。でもその時はそこまで僕も成熟じゃなかったですし、正直きつかったっていうかね、体的にもきつかったですから、正直きつかったですよ精神的にも、うん、だけどそういう経験したからこそチャンス掴み取った時にすごい嬉しかったですし、やっぱり継続していかなきゃダメなんだなって思えたわけですよ。でその時18歳ぐらいですよね、18か19ぐらいの時だったんですけど、まあ、それはもう継続は絶対基本だっていうふうに思った時の、きっかけだったんですよね、うん、で、まあ、その後半年ぐらいですかね、半年ぐらいしてあ他のアシスタントたち全員抜きましたし、技術的にも絶対抜いてた自負はありますね。まあ、直接その有名店の人から僕は教わってましたからね。技術も全然やっぱり半端じゃなかったですから、その人は。今でも思いますけど、技術力自体はすごいんで、まあ、その人から直接教われば、それなりには上手くなりますよね。うん。で、練習も必死にしましたし、もう誰も朝早く来ないのに、僕だけ朝早く来て、ウィッグ取り出して練習したりとかね。でそれでマネージャーが僕専用のなんか柵みたいなのを作ってくれて買ってきてくれて、早番遅番ってあったんですけど、遅番の時は必ず早めに来て僕は練習してたし、で他の人は全然やってない、練習はしない、営業時間の時と営業時間の終わりだけですね、やるとしたら。で僕はそれじゃ足んないと思ったから、まあ自分の営業時間の前には必ず1、2時間早く行って、で絶対に練習してましたね。うん、で僕専用のその遅番の人はね、練習してる姿見られちゃいけないってことで、お客さんに僕専用のその柵みたいなのを買ってくれて、でその柵の向こう側で毎日練習してましたね。でそれを先輩に見せて、チェックしてもらって、うん、でそういうの繰り返してたらもう半年でも抜きましたし、だからそういうなんていうんですかね、まあいろんなスタッフいましたけどね、10人いて10人と同じ行動してたら無理なんですよ、成功したりとか上に上がることっていうのは。たまたまその時の環境が良かったからうまくなれたわけですよ他のスタッフたちは。だけど僕のような飛躍はないってことですよね、絶対に、うん、ありえないわけですよね、うん、でその先輩もやっぱり僕がそういう苦しい時代もあったってのも知ってますし、だからこそね、そういう時代に耐えたからこそそうやって手を差し伸べてくれたっていうふうに思ってるんですよ、うん、でそれは特に僕と二人きりになった時によく話してくれましたしね、まあ、ああいう状況で耐えれる人間っていうのはそうはいないとか、うん、でそこで絶対に把握を縛って頑張ってたから、俺は何もできないお前を専用のアシスタントにしたっていうふうにやっぱり言ってくれてましたし、うん、だから必ずしもね苦しい環境に身を置きに行きましょうっていうことを言ってるわけじゃなくて、僕が言いたいのはもう本当にそうやって継続することによって得ているもの、得ていくものってめちゃくちゃ大きいし、それが僕はね美容師は辞めちゃいましたよ、確かにまあある理由があって辞めちゃいましたけど、だけどそれを辞めなかったと、辞めた後もですねこうして生きてくるわけですよね、うん、僕が他の仕事を、まあ、要はネットビジネスをやってもある程度稼げるようになったりとか、その原動力になってるというか、力になってるのっていうのはそういう時代のやっぱ下積みを経験してたからだったりとかするんですよね。それがなかったら僕はネットビジネスを始めて、それで最初にその下積みを経験することになるからもっと成長は遅かったと思いますし、もしかしたらカメラ転売で稼げてないかもしれないですね、うん、だから必ずね今やってるそのカメラ転売、もしかしたらそういう下積みのマインドを作るための今の準備期間なのかもしれないし、でもしカメラ転売がね、継続してもし稼げなかったとしても本気でそれで頑張れたんだったらその次のことに必ずつながっていくと僕は思ってますから、だから 2,3 ヶ月とか、まあ、僕の中では半年でも短いって思ってます。半年続けたぐらいで辞めるっていうのはどうなんですかってことなんですよね、うん、それじゃ分かんないことの方が多いっていうか、
1年ぐらいやって初めて見えてくるところってのがあるんじゃないかって思うんですよ。うん、だからそれまでっていうのは稼げないなって思ってみたり、思うなってことを言ってるんじゃなくて、思いながらも続けるってことですよね。自分で考えて打開策をね、今のままの行動じゃダメなんだっていうふうに思ったら、なんかちょっとスパイス加えて違う行動してみたりとか、成功者がどういう行動してるのかをもっと研究するべきだとかね、やりようっていくらでもあると思うんですよ。うん、いくらでもあると思いますね。まずその成功者と同じ生活スタイルでできてるのかとかね、うん、例えばその 成功者の人が部屋が綺麗なんだったら、自分も同じように部屋綺麗にできてるのかとか、実際はそういうところってすごく重要なんですよ。同じようにできてるかってことですから、生活リズムから全て、うん、だってその成功者がね、もし全然違う環境にいたら成功してない可能性だってあるわけですから、環境だってめちゃくちゃ重要なんですよあとは結婚してるのかしてないのかとか、いろいろ比較材料ってあるわけですよね。うん、でちゃんと時間使えてるのか使えてないのかで、使えてたとしてもなんかこもりしながらやんなきゃいけないのかで全然違うし、自分一人でね独身で、2時間使えるのと、結婚して子供もいて2時間使えるのって全然違いますよね。だってこもりしなきゃいけないって頭もありつつ仕事もやんなきゃいけないんですから、ノイズが入ってくるわけですからね。全然同じ環境だって言えないわけですよ。だからそういうのも差し引きして考えたりとか、細かく考えていかなきゃダメなんですよ。もう安直に人が副業でいくら稼いでるから自分も副業だしいくら稼げるだろうとか、そういう甘い計算でね自分の目標立てちゃダメなんですよね。うん、立てるんだったらもうなんていうんですかね、目標立てるんだったらその人と同じかってことをまず考えなきゃいけないし、もっと言っちゃえば覚悟してるんだったら別にその金額をね目標の期間に稼げなかったとしてもいいって思うってことですよね。別にそこが目的じゃないみたいな、うん、そこまで思えてれば別にもっとざっくりでもいいですよ、計算も。うん、自分が稼ぎたい金額の計算をざっくりでもいいです、全然。うん、だけど本気でそういう風に稼ぎたいって思うんだったらそこまで考えていかないと、だって全然違うわけじゃないですか、人によって。うん、なのに計算だけ、その自分の稼ぎたい金額の欲望だけが強くなっちゃうと、その欲望に潰されるんですよね。うん、だからその、なんていうんですかね、その計算が 雑なのに、欲望だけ先に先行しちゃってる人っていうのはもう本当に自分の欲望に潰されていくというか、自業自得なんですけどね、これって自分の欲望のそのなんていうんですかね、計算が悪い、うん、計算を間違えてるってことですよね。だからそんな簡単じゃないんで、だからそのできなかった時の帰結のさせ方とかもそうですけど、覚悟の話もそうですけど、もっと緻密に考えた方がいいし、うん、ざっくりでいくんだったらもう本当に全部全てざっくりにするべきですよね。うん、ああいくらぐらい稼ぎたいぐらいに思ってやるんだったら、まあ稼げなかったとしてもまあいっかーってざっくり思えないとダメなんですよ。ざっくり目標立てて、できなかった時だけナイーブとかなんかね、敏感になってたらダメですよねだって立てる時の目標がもう緻密じゃないんですからしょうがないですよね。それで生まれてきた結果が 雑な結果が生まれたとしても仕方ないですよ。自分のそれは計算ミスってことですから。だからそういうのも度外視にして何かのせいにしたりとか、自分以外のもののせいにして歩みを止めてしまうっていうのはちょっと筋違いだと思うんですよね。まあちょっと厳しい言い方かもしれないけど、でも実際そうやって考えていかないと、本当に固定給もらってやってる仕事だったらそこまで考えなくていいと思うんですよね。うん、だってざっくり考えてやってればね、お給料もらえるわけですから、別にそこまで緻密な考えとかもいらないわけですし、指示された仕事をやれっていうことだけでお金がもらえるわけですから。でも僕らがやってるのは経営者としてやってるわけですよ。もう本当に1から10まで考えてやんないとうまくいかないってことをやってるわけなんで、そういうのに取り組んでるってことはそれなりの覚悟を持ってやんないとダメだし、
うん、まあ、ちょっと話がねどん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 飛躍してったんですけど、まあ、要はまあ、ずっとね毎回動画で継続継続って言葉言ってますけど、継続するってことですよね、とにかく、うん、で継続できないっていうのがまあ一番問題かなっていう話ですよね。チリ積もなんで、ネットビジネスはギャンブルじゃないですからね。もうチリが積もれば山となるっていう、ただそれだけなんですよね、うん、だからそれができないんだったらもうネットビジネスやめた方がいいと思いますし、本当にどっかに雇われて、肉体労働して稼いだ方がいいんじゃないかなって僕は思います。うん、まあ、ちょっとシビアな内容にはなったんですけど、まあこれはね本当に気づいてほしいというか、もう身をもってね考えてほしいところだなっていうふうに思ったんで、今回ちょっとシェアしてみました。はい、まあ、僕の今日の発信は以上になります。何か感想とかあればですね、アウトプットしてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。で僕の方で、無料のメルマガやっておりまして、動画の下記説明欄にメルマガ登録の URL 貼っておりますので、そちらからご登録お願いします。そのメルマガにですね、まあ、何かメッセージ入れてもらえれば僕に届くようになってますんで、まあ、ちょっと忙しいのもあるんで返信が遅れてしまうかもしれないんですけど、見つけたら必ず返信してますので、よろしくお願いします。で YouTube のチャンネル登録いただきますと、僕の新着動画漏れなく見ていただきますので、そちらから、登録をよろしくお願いします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。